お前一部のゆうです。ライダースケのハッピーです。パラアチェリーの上山です。池坂です。本日団体戦を、僕とハッピーダイナスチーム対オリンピック日本代表を続いてチームで続けます。ですが理由を忘れまして、ね、そんなことない。そんなことがあるのか。義務組み立て終わったら義務がない。そう、義務夜私仕事をしてたら電話かかってきて、いや俺ダンパーというカードないからさ、明日持ってってくれる。ダンパーというとどころか義務がありますよ。ということで団体戦ができないので、元日本代表世界チャンピオン聖武コーチ、聖武コーチが僕の代わりを、まあ同じぐらいの実力なんで、同じぐらいの実力なんでね。自分って聖武コーチの実績紹介した後にそれ言う。なので変わって戦っていただきたいと思います。ちょっと待って、いやーもうここは。先輩に勝たせてもらいます。なるほど。まあ僕は出ないですけど、まあ、先輩コーチだったら余裕な。確かにね、先輩コーチに教えてもらってるんですけど、多分シュート教えながら先輩コーチは、うわ今対戦したら負けるやろうなって思ってると思うので、そのプレッシャーをね、まあ、僕ら上重は世界に対していろいろねプレッシャーを与えていって、いろいろメダルを取ってますけど、今回はその世界みんなが怖がる上重をね見せつけてるんですよ。ハットに見せつけてる。どうですか、自信のことは。サマンシュートの時は味方だったけど、今は味方だ。絶対負けないですよ。ということで、じゃあいざ、こんな YouTube の曲見ててもらうのは初めて、初めてだと思うんですけど。やる予定の人が言う忘れてくるのが最後だ。最後、何で打とうかと思ったんですけど、いろいろ考えたんですけど、打てないということで、はい、いざ、よろしくお願いします。はい、お願いします。本日も実況解説の私 DKC と、久しぶりです天の声でお送りします。久しぶりです天の声さん。久しぶりです。7ヶ月前のジャック・ウィリアムス戦ぶり、9ヶ月ぶりのジャック・ウィリアムス戦ぶりということで、でした。皆さん元気でしたか。コロナもありましたけど、たくさんいろいろありました。コロナぶりですね、はい、ということで、上山さん、重貞さん対、TKC 代打末竹コーチ、服部という異色マッチが行われています。どうしました。言う忘れるってちょっとやばくないですか。まあもう僕が出てると思ってくれて構わないな。わかりました。取材を、ユニチューブの取材をですね、はい、心よく快諾いただいて出ていただくということで、本当は僕と服部と戦う予定だったんですけど、まあそれのこともあるよなということで、はい。末竹コーチは僕と同世代でですね、はい、必ず僕よりいい成績を残し続けていたということで。学年が同じなんですか。はい、一緒です。あ、そうなんですか。はい、そうなんですよ。いつも2位か3位か1位ぐらいにいるイメージなんですけど、末竹コーチよく見てるとめっちゃ震えてますね。震えてましたね。末竹コーチでも震えることがなかったですからね、本当に。
でも現役でいらっしゃるんですか？この間、そうですね、この動画の後ぐらいに言ってるんですけど、末竹コーチは引退の宣言はしていないそうです。あ、してないですね、はい、まだバリバリの現役。はい、バリバリの現役です。はい、はい、ということで、試合の方を見ていきましょう。で、上山さん、重澤さんがね、上重ペア、世界が恐れる上重ペアということで、上重ペアっていう、はい、名前なんですね、このお二人。4本マッチということでやっております。で、あれ、これあれなんですって、車椅子の人たちって普通だと入れ替わるんですけど、はいって言って手を挙げると次の人に打つのが行くっていう。へー、うまいっすね。ガッツポーズ出ましたガッツポーズが出ました。おー、35点対33点、さすが全日本第2位。得点お願いします。上重は19.77、23、はい、33。お願いします。19.98 26 36 36。2-0ですね。どうですか、末竹選手と。いや、まあ、チーム世界急にこの、いや本当にあのユニバーシアードとかもう世界戦とか出てた時に、あの雑誌とか出てわーってなってたんで憧れ本当に。いや、こんな形でまさかドーマと、ドーマとだしチームっていう、あんま言ってるんですけど外せなくなっちゃう。末竹コーチ、あ、末竹選手はあの全日本って優勝、2位が最高です。金子玲選手とやった2位が、あれ選抜、あ、選抜は渡辺、沢戸根か、沢戸根選手と僕が2位。僕個人でタイトル取ったことないんですよ。え、そうなの。はい、ないです、1回もないです。あのオリンピックの予選の時の選考会とかも2位ですね。なるほど、はい、あ、古川さんか。そうです、世界学生の選考会の時雑誌上1位になってますけど、はい、僕さあ2対0で、末竹服部チームリードということで、頑張ってほしいです。誰応援？上重ペアですよ。で、私なんかあの車椅子の方のアーチェリーをこんなじっと見ることもなかなかないので、はい、サマーシュートの時見られてなかったですか？はい、あのカフェをやってまして。ああ、なるほどカフェやってられたんですね。カフェやってられて見れなかったんですよ。これあのみんな苦笑いしてるのは、僕がカメラ回したかどうか、また前のこの右下のカメラを回したこととかわからない。これもしかしたら1エンド目カットになるかもしれないっていう。そしたらあの右の2人があのちょっと渋い笑いを。さあ、ちなみにですね、上山選手第1の型、第2の型っていう特技を持っていて、まだ出てきてはいないんですけど。どういうことですか？そのうち多分第一の方と第二の方、なんか鬼滅みたい。そう、いや、重里選手もう本当にあの、まあこれ撮影の時僕後ろにいたんですけど、なんか痛そう。あ、そうなんです、肩痛そうで仕方がないわねみたいな感じで一生懸命一緒にやってくる。優しい。末竹コーチね、本当に青とか打たない人なんで、多分、ね、本当にめっちゃうまいですからね。しかもこれ今、どこ行きましたって言ってるってことは、あの末竹コーチもう打感の感覚がないっていう。なるほど、らしくない。あ、でも現役バリバリですからね。はい、現役バリバリです。さあ、まとまりありますね、2人のこと。そうですね、8、7、18、33点、まあ15点なんで全集中。服部ここは9が欲しいですね。6点に外しました。はい、今日も服部選手はあれですね、今回はもう 2-2 が確定と。末竹コーチの本当にリリースがうまいんですよね、もうヒュッてシュッてね、シュッて、あの
上野選手、相手として不足はないですか？まあ、まだまだやっぱりプレッシャーに負けてるのかな。上重っていうね、やっぱりネームバリューに、そう、パラの世界でのミックスの、まあ、世界ランキングないけど、あったら1位ぐらいの、ね、レベルのこの2人、プレッシャーで負けてる気持ちは、その気持ちは分かる。コーチ聞いてないですね。その気持ちは分かる。どうですか、後輩の服部は。いや、もうなんか果ててくるか、もうちょっと先輩立てるよ。もうちょっと。さあ2対2で振り出しに戻りました。いいです、ね。まあ、ここ出だしすごく大切なんで、上山選手ここ9ですかね、8ですかね、8米印がつきました。ちなみに神山選手って呼ばれることが多いんで、 CM でこう上を指さしながら上山ですっていう、いいですね、それ分かりやすいっていうのが有名ですね。さあ、重定選手が左と右に吸い寄せられていますが、肩の痛みで腕が上がらないと。さあ、服部は長くなるか。8点、キレのいい射形ですね。しかもなんか今下ですか、下に行ったって思ったらめっちゃ真右っていう、むしろ若干上っていう。さあ、2人とも斎藤いじりまくってます。さあ、上山選手ここは決めておきたいところ、15対15、どうなるか。9点、いいっすね。ちょっとまずいなって顔します。こう、上山重定ペアは前半同じぐらいで収めるんですけど、後半に加速して、はい、服部で外させるっていう、この戦略がね、戦略があるんでしょうかね。さあ、重定さん本当にリリースうまいですよね。重定さんはその結構下半身の感覚があまりないらしくて、こう椅子に座りながら足を上げて打ってる感覚に近いって言ったんで、相当力入らないらしいんですよ。椅子に座って足を上げながら打つ。あ、服部が長い。7点、これは。そうなんです。だから結構無理な気がするんです。重定選手打った後に弓に体幹が持ってかれるんですって。はい、その踏ん張れないんで、よく見ると打った瞬間に弓の方に出てってるらしいんですよ。さあ、世界を制している3人が、上山選手多分4点目多分取られたと思うんですけど、いかがですか、戦ってみて。緊張されてますかね、向こうのチーム。多分ね、やっぱり緊張はね、やっぱり保護者の大先輩として服部がね、すごいそのプレッシャーあると思うし、それだけもうやっぱり後ろからいつもねコーチで見てくれてはいるけど、はい、やっぱこの2人と戦ったらやばいなっていう気持ちは多分持ってると思う。持ってますね。今ちょっとそれが出だしてる。確かに服部は特に長くなってますね。そう、服部はねちょっとこれも長いっすね。っ偉大な先輩の前にして、そうですね、まあ、それはしゃあない、わかる。まあ、でももうちょっと当ててきてほしい気持ちはありますよね。もうちょっと楽しましてほしいかな、ハラハラを。9ですね。9、はい、入った。いいなぁ。さあ、4対2で上重ペアがリードしております。ちょっと次、重定さんの打った後注目してみていきたいと思った。服部が9点に入れてきました。出だしがいいですね。余談ですが、仕事中今寒すぎて帽子をかぶって仕事をしています。服部はどういうこと。さあ、もう上手い人がやるあれですね。こう体でグッとこうリリースが伸びきるのが体でグッと押す感じが、うん、さあ、おお、10点入れてきました。さあ、重定さんがちょっと体を注目してみていきますね。
もともと車椅子テニスの選手だったので相当運動神経が強いです。確かに、はい、車椅子テニスって相当相当やばいやつです。あっ、服部がガッツバスガッツバスが出ました。服部選手なかなか見れないかもしれないですね。服部さん、服部さんでもね、アーチしてる時元気なんで。あ、そうなんですか、はい、仕事してる時は静かなんですけど。もしかしてさーっとーここで世界を制した男、末だけ7点にさあ、ここは決め時がやってきました。おお、すごいすごい、なんだこれ。1の方が出ましたね、水面打ち。すごい、これか。さあ8 to win ですね。これも8点に入れたらこのまま私たちいなくなりますので。はい、じゃあ最後かもしれない、ま、ね、次いつ会えるかね。次いつですかね、また来年。来年ですね、それは間違いない。おー、危なげなしですね。危なげなしでございました。痛みだった。違う、僕らのデカさこっちが上手くて負けたわけじゃない。35、1回も2人とも超えてないですか。確かに、僕のせいですよ、ごめんなさい。感覚がバカなって思ってるもんな。やばい、現役の時とは違いますか。違いますね。現役の時ではない、今も現役。今も現役なんですけど、やっと前日、あ、違う、ハマーシュート終わってからやっとちゃんと練習し始めて、お、と調子良かったんですけど、ダメですね、ちゃんと練習しないと。あ、もうちょっと、あ、もうこの YouTube を見てる人にぜひ言いたいですね。上手くなりたいんだったら練習しなさい。上手くなりたいんだったら、上手くなりたいんだったら。9じゃないですか。いや、19、8、8、35 35点。19、8、8、8じゃない。あ、ごめんなさい、ということで、6対2で、はい、上山選手、修造選手、巧妙な勝利になります。ありがとうございました。ありがとうございました。シゲさんが不調でございました。左の申し訳ない、左の7に引力がありました。そうです、全然真ん中いかないのかしら。どうでしょう。あ、でも、あ、私、いや、緊張しました。勝てると思ったんですけどね。最初ね、1点止めはね、あ、これいけるんちゃうかって思ったんですけどね。やっぱりもう世界の圧が、世界の圧が全員世界優勝してるからね。そう、世界の圧が。いや、でもそれだけコースで止めたら本当にいい思い出に、はい、もうなんか、あ、見てたんですよ、ずっとだけだ、見てただけだったので。ああ、なるほど。一緒の舞台でした。どうですか、久しぶりにこの USA で組んで誰かと試合をやったんですけど、あの、いつものパターンでしたね。あの、重沢さんが外してる時は僕が当てるし、僕が外してる時は重沢さんが当てる。で、それで相手と接戦して勝つっていういつものパターンでしたね。今日は私が外しまくってそれはもう、あの、それはいつものパターンやった。チームワークが違う。別に、あの、重沢さんが外してても、焦る気もなかったし。なるほど。お帰りになるんですよ。なるんですね。まあ、僕としては、まあ、次はリムを忘れずに戦いたいなと思います。でも確かにこれね、また東京の前でもね、やってもらったらいい練習になると思う。あ、いいですか。はい、じゃ次、もう、バリバリに強化した2人を連れて、そう、お前ら来ねんかい。お前ら、僕たちから後ろで。ヌッキー、ずっと。それ、あの、多分ね、あの、世界でもいないから。ヌッキーいない。ヌッキーいないです。